訴訟って知ら本当に知ら何訴訟って何訴訟って本当に知らないんだけど俺が訴訟されるのローモパ運営から訴訟されるのわからん。何の訴訟なのああ、ツイッターのやつね。あれさ、ちょっと誰か何とかしてほしいんだけど、ツイッターに僕、あの、なんとか訴訟ってあったんだじゃないですか。あれ、自分のツイッターね、ごめんなさい、忘れてたわ。あのね、ちょっと、驚くんだけど、 いや大したことじゃないんですよ。延滞じゃない。あれはね、詐欺ですよ。悪いけど詐欺にあってる。あのー、勝手にね、要は、こういうことはね、わかりやすく言うと、勝手に、うちに、な、商品を送りつけてきたバカがいいんですよ。ほんで、俺は受け取ってもいないよね。僕は受け取っていません。にもかかわらず、弁護士の方から、ね、代金請求されてるんですよ。おかしくない 俺、しかも前そこに電話してさ、いや、受け取ってませんって、終わってるにもかかわらず、いや、受け取るわけねえだろ。なあ。受け取るわけねえじゃん、大体、そんなもん。しかもさ、なんだったらな、あの、アルツハイマー防止の薬なんて俺買うわけねえじゃん、そんなもん。別にボケ、ボケ老人でもないしさ。よりによってアルツハイマーのさ、なんか薬だったぞ、あれなんか。うん。あれ、画面ってどうやって出すんだったっけお名前、もう出しちゃうけど、 これこれねあのー、ここであのー、なんか最終なんとか通告とか言ってさ俺やってないんだけど悪いけど、うん、アルツハイマーの薬も頼んでませんよこれマジでさだって俺悪くないもん全く悪くないからこそやってんだよ別に、うん、意味が分からん俺なんかあとさ気持ち悪いやついるんだけどこれ何これ これもリスナーさんからさなんかさこの画像が送られてきたなんでこいつは各さ人の免許顔ジャッの免許を集めてんのっ、ねえー、と、だと大体左が野田であの、このツインテールがあのー、リーコにこっかガチ告して振られた人で右上がポリフェノールでその右下そ俺の下にいるのがこれユキちゃんかな今日なんか変なピエロみたいなメイクしたユキちゃんでそのまんどまんね ついているひげ男の真下にいるのが、あの、誰これえー、っと、ね、ネズミで、その左側いるのが犬のカッパです。うん。ほんで、その右下にいるのが、これ、ね、えー、っと、七原でしょこの七三分けの男が七原で、ほんで、左下のなんか赤い服着たさ、なんか、ね、あのー、男が森吉行きで、その、 右にいるやつ誰その右にいるなんか薄っぺらい眼鏡かけたなんかその小学校に乱入してそうな男誰黒沢か、うん。ごめんなさい今小学校になんか乱入してそうな男とかなんか悪口から言っちゃったけど。うん